門前町として栄えた寺町通り商店街の遊歩道には21年前に桑名市内の小学生が植えた河津桜28本が植えられています。担当者によりますと、今年は暖かい日が続いたため例年よりも10日ほど早い先月下旬から咲き始め、今満開となっています。今日はあいにくの曇り空でしたが、買い物帰りの人たちが訪れていて、桑名城の外堀沿いに咲く濃いピンク色の河津桜を写真を撮ったり立ち止まって眺めたりして楽しんでいました。桑名で一番早く咲く桜なんで、本当にいつも桑名の春は寺町からというふうにね、今そういうキャッチフレーズでね、もうゆっくりね、この川沿いにね、本当にずっとこうゆっくり歩いてみていただけるので、本当に春を感じていただけるんかなと。寺町通り商店街の河津桜はあと1週間ほど楽しめるほか、今週末には花見団子や甘酒などと一緒に河津桜を楽しめる河津桜祭りが開かれます。